また何やってんの？バルーンアート。あ、バルーンアートってあのなんか大道芸人さんとかやってるやつ。なんかこれ絶対バルーンアートじゃないじゃん。ナルーンアートやん。え、これ絶対合ってない。でもこういう大道芸人さんいるよね。いないよ。見たことないよ。ほら、いっちもさ、こういうの作ってみたいと思わない？うん、ほら、あ、まあ、こういうのは作ってみたい。ほら、なんかさ、文化祭とかもさ、うん、こういうのたくさん貼ったら可愛くない？あー、なんか装飾とかね、こういう出し物も面白いかも。ということで、今日はバルーンアート作ってみたいと思います。まずは長バルーンに空気を入れます。靴でやると大変なので、こういうポンプ式のやつやったらね、簡単なんだよね。あー、なんかやってるの見たことある。すごいすごい。先っぽが10センチぐらい余るまで、おお、いいんじゃない？このぐらいかな。で、これ入れたら一回空気を抜いちゃうの、半分ぐらい。あー、なるほど。このぐらい。そうするとバルーンが膨らんで、あのひねりやすくなるんです。プロっぽくない？プロっぽいぽい。あこんなん嫌だよ。このぐらいね、余るようにします。じゃあ最初は一番基本のキリンを作りたいと思います。お、黄色だし、そういいね。まずはこの結んだ方を三つ折ってくるんだけど、まずはこのぐらいの長さ、ですぐくるってなっちゃうので押さえながら、次は、あ、離したらほどけちゃうの？このぐらいの丸に近いものを二つ作ります。押さえなきゃいけないんだ。そう、こんな感じ。折ってこの丸い2つを丸ごとギュッてやります。すごい。恐れてはいけない。キリンは首が長いので、ここが首の部分になりますね。ある程度のところで、もう一回ねじ、ある程度のところでもう一回ねじって、今度は足を切ります。もう一つねじ、あともう一つ待ち時間が長い。これ引っ張りながら、まあ、帰りたい。引っ張りながらこうねじると、あのうまくねじれます。なるほど。こんな感じでねじれたら、また折ってここをひねる。なんかソーセージみたい。そう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 。あー、首の足できた。こうだね、こうだ。首あっちの方向向いてた。今度は胴体、胴体で、またさっきみたいに足を振って、最後にね、この尻尾の部分はこうやって丸くなるようにします。かわいいね。で、ギュッと折って、あ、すごいすごいすごい。たら完成。すごい上手。キリンができればもう大体の動物できるようになるっぽい。一流ウサギできた。すごい。小顔矯正サポートみたいな。なんかホームページ見たらさ、すごいいろいろあるよ。うわ、なにこれ、傘？傘すごくない？2人で協力して作ってみよう。うん、すごい。じゃあカラフルな5つを使おう。じゃあね、これで輪っかを作るんだっけ。そうそう、この1本ずつこういう風に輪っかにしていきます。はい。おー、すごいね、お花。こんな感じで真ん中で止めました。この真ん中の部分をこういう風にひねって、半分こにしてください。半分でいいのね。そう、こうやって半分こにする。あー、こうやって半分こします。なんかあったよね、こういう葉っぱについてるさ、蒸散。そしたらこの結び目の部分と隣のここの今ひねった部分をつなげます。こういう風になる。おー、なるほど。うわー、できました。そしたらここの部分もひねります。このまた2分割。おー、ちょっとこれ思いっきり入れないと。怖い、あー、怖い怖い怖い。もうやだもん。だってここまで作ってさ、割れたりとかしたらもうほんと泣くもん。あー、こんなさ、バルーンアートの人嫌じゃない？あー、アジスタントがさ、いてさ、いやー、やだな、すげえやだわ。こんな風になりました。すごいね。もこもこしてる。裏はこんな感じ。ここがへっこんでるんですね。そう、帽子になるよ。あ、なんか愉快な人。はい、それではこれを柄の部分にしましょう。完成です。すごいじゃん。
ゃん。すごいすごい、カラフルで可愛い。おお。ちょっとね、あの風船の大きさでこうまばらになっちゃうのがね、うんうん、あるから。そうだね、しっかり大きさを均一にすればまん丸にねこれなると思います、うん、とこれ試行錯誤がね必要ですね。でもやっていくうちに私たちも上手くなったなって思った。うん、うまい。すごいよ本当に。これほんとさ、運動会とかなんか盛り上がりそうだし、ね、文化祭とかでもね、うん、いいかも。なんかね、みんなさ簡単にできるので、うん、活かしてみてください。あれ、もしかしてこれキノコ。ご視聴ありがとう。みんなもチャンネル登録してくれたかな。まだの方はこのロゴをクリックしてチャンネル登録よろしくお願いします。おすすめ動画も見てね。